どんでん、あれで終わりよ。おん。ここから3点を失って逆転負け。岡田彰布監督は、先発の村上はあの回までやったけどな、球数的にはな、うまいことなバントでお前いけたと思ったけどな、あれで終わりよ。おん。とキシャリ。キャッチボールやからな、あんなプレーばっかり出るんやから、村上の時いくつエラーしとるんや。特言を呈した。お前の采配ミスはないんかよ。系統ミスやろ。それでも解決策はないんでしょう。球数で言うなら7回までだろ。これ下手したら下手る外されるんちゃうか。そもそも村上系統もどうかと思うところもあるけど、今日に安打してるテルを外したらそれこそ敗退行為やろ。大山は外されてもおかしないけどな。テルはいつもの悪目立ち発動したけど、大山に目向けてほしいな。今日一番やばかったし。佐藤、大山は打ち始めたらエラーなんか目をつぶれるから良いとしても、木浪どうすんの。佐藤は点取れるから今外す余裕ない。本当に去年7回パーフェクト投球の村上を降板させた人と同じ監督なのか。なんか今年の佐藤のエラーは北条を彷彿とさせるものがあるな。ご視聴ありがとうございました。